はい、こんにちは、116ウィンズです。なかなか成立していなかった無期別のトレードなんですけれども、ようやく今日になってですね、トレードが成立の方向に向いてきました。で、トレードの内容が少し変わってきまして、もともとドジャースとレッドソックスとそれからツインズの三角トレードだったものが、トレードの内容が変わった結果、2つの別々のトレードに変わりました。で、それぞれの球団が今回のトレードで得る見返りというところも少し変わりまして、で、まずドジャースとレッドソックスのトレードでは、ドジャースはムーキー・ベッツとデビッド・プライス、これは前のトレードの時点でも変わってないんですけれど、2人を獲得というところで、で、レッドソックスについてはアレックス・バーデューゴ、こちらも変わっていないんですけれども、もう2人プロスペクトがレッドソックスに移籍となりまして、で、その2人というのがジーター・ダウンズという選手と、あとコナー・ウォンという、まあ、プロスペクト2人がレッドソックスに移籍することとなりました。で、ドジャースとツインズのトレードについては、ドジャースが、まあ、当初レッドソックスに移籍予定だったブルース・ダル・グラテロルを獲得。で、さらにもう一人プロスペクトとしてルーク・レイリーという選手も獲得しています。で、さらにですね、ツインズの方から2020年ドラフトの全体67位指名も受け取っています。で、ツインズの方は、まあ、当初のトレードと変わらず前田健太を獲得。で、さらにもう一人プロスペクトをドジャースから受け取る予定ですが、まあ、このプロスペクトが誰なのかというところはまだ明らかになっていません。で、さらにですね、ドジャースから1000万ドルの金銭も受け取ることになりました。ということでですね、まあ一週間近くはかかってはしまったんですけれども、まあようやくトレードがまとまりそうというところで、まあ各球団のですね、見返りなんかもちょっと振り返っていこうかなと思うんですけれど、ただですね、ドジャースとエンジェルスのジョック・ピーダーソンを中心としたトレードについては破談となってしまいました。こちらのトレードが破談になった件については最後に話していこうかなと思います。はい、ではドジャースの方から見ていこうかなと思います。ドジャースは当初の予定通りベッツとプライスは獲得できたんですけれど、これに加えてさらにブルース・ダル・グラテロルを獲得できたというところで、まあ、マイナーの補充といいますか、まあ、プロスペクトの補充ができた上に、グラテロルクラスなら、まあ、すぐにでもですね、MLB のリリーフで活躍することはできると思いますので、来シーズンに向けたリリーフ補強もしっかりできたなというところですね。で、さらにですね、ツインズに1000万ドルを渡すことで、プロスペクトをもう一人引き出せましたし、で、さらに加えてドラフト指名権、まあ、全体67位の指名権もゲットできたので、トレードの内容が見直されて、ジーター・ダウンズとコナー・ウォンという、まあ、2人のプロスペクトを失ってはしまったんですけれども、まあ、しっかりとですね、プロスペクトの補充もできたというところで、まあ、さすがこのあたりはドジャース抜かりないなという感じですね。で、レッドソックスが、まあ、グラテロルの、まあ、メディカルにちょっとケチをつけて、まあ、悪く言えばごねたあたりから、まあ、ちょっとトレードがどうなるのか、かなり危ぶまれてはいたんですけれども、まあ、しっかりとドジャースは最終的には、まあ、ベッツも得られましたし、まあ、うまくですね、交渉を進めたなという印象ですね。はい、続いてはレッドソックスの見返りについて見ていきましょう。で、レッドソックスはですね、なんで良いパッケージをさらに引き出せたのか正直謎でしかないですね。まあ、レッドソックスがごねた理由については、オーナーに原因があるんですけれど、まあ、それでですね、正直トレードがなしになる可能性だって、まあ、全然あったとは思うんですけれども、まあ、そこからですね、まあ、ドジャース側と、まあ、ツインズ側がある意味折れてですね、レッドソックスが、まあ、さらに良いパッケージを得られるというところで、まあ、レッドソックスとしては、まあ、オーナーに感謝すべきかなっていうところが、まあ、ちょっと思いましたね。で、それはさておき、まあ、今回獲得したジーター・ダウンズという選手は、まあ、内野手として、まあ、現在プレイしているんですけれども、まあ、非常に打撃も良いですし、まあ、ちょっと守備はですね、まあ、ちょっと正直内野として残るかはまだわからない、不透明な状況ではあるんですけれども、まあ、少なくともですね、打撃は非常に良いので、まあ、うまくいけば、まあ、セカンドのダスティン・ペドロギアの後継者として、まあ、長くレッドソックスで活躍できるような選手になるのかなというところですかね。まあ、将来的には今回のトレードで獲得したバーデューゴと、あとはダウンズが、まあ、レッドソックス打線の未来を担っていくと思うんですけれども、まあ、この二人がですね、まあ、いる打線っていうのは非常に楽しみですね。で、スライドには書いてはいないんですけれども、今回レッドソックスが獲得したもう一人の選手、コナー・ウォンについても、まあ、ちょっと簡単に触れますと、まあ、ドジャースの、まあ、トップ30には入っているような、まあ、プロスペクトなので、まあ、そこまで悪い選手では全然なくて、で、メインのポジションはキャッチャーなんですけれども、まあ、運動能力が非常に高くてですね、セカンドだったりサードも守れるような、選手ではありますので、まあ、将来的にはですね、メジャーの控えとして、まあ、十分に機能するような選手に成長するんじゃないのかなというところですかね。というところで、まあ、レッドソックスはなんだかんだ、まあ、ちょっとごねた甲斐があったのかなというところですかね。
はい、そして最後はツインズについて見ていきたいと思います。まあ、正直レッドソックスがごねたあたりから、まあツインズがトレードに残るのはちょっとないのかなと思っていたんですけれども、まあまさかのですね、グラテロルをドジャースに送ってまでも前田健太を獲得したというところで、まあ相当ですね、前剣を評価していたというところが、まあ言えるのかなというところですね。で、ドジャースから1000万ドルを追加でもらえたというところで、まあこの1000万ドルがあれば、まあほぼ前剣の契約に含まれている出来高を支払うことができると思いますので、まあ来季ですね、前剣を先発ローテーションに入れて、まあ1年間フル稼働させたとしても、まあほぼ無料でですね、ツインズとしては前剣を使えるっていうところが、まあメリットとしては挙げられるのかなというところですね。ただ1000万ドルはもらえたのは良かったとは思うんですけれども、まあプロスペクト1人と、あとは来年のドラフト指名権、まあ全体67位というところを失っていますので、このトレードというのはツインズ側からしてどうだったのかなっていうところがちょっと、まあ個人的には微妙かなっていうのはちょっと思ってしまいましたね。まあ当然ツインズとしては、まあ先ほどの1000万ドルというところを前剣の出来高に使わずに、まあ別の補強に充てることも当然できますので、まあこの1000万ドルの使い道っていうところが、まあこのトレードの評価を分けてくるのかなというところですかね。ただこのトレードの全体にも言えることではあるんですけれども、まあ各チームやりたいことっていうところが非常に見えてくるトレードではありましたので、まあ最終的にですね、まあ全てのチームにとってウィンウィンのトレードになれば良いのかなというところは思いましたね。はい、そして最後にですね、破談となったドジャースとエンジェルスのトレードについて話していこうと思います。正直破談になると思っていなかったので、まあ破談になったというニュースを聞いた時は非常に驚いたんですけれども、まあどうもですね、エンジェルスのまあモレノオーナーがですね、まあトレードが遅延していることにですね、非常に不満を抱いていたようでして、でもしかしたらこれがまあ破談になる引き金になった可能性がどうもあるみたいなんですね。ただ正直エンジェルス側からこのトレードを破談にする理由がなくてですね、まあエンジェルスとしてはやっぱりカルフーンの後釜となるピーダーソンはやっぱり欲しいと思いますし、また何よりですね、あの先発ローテの補強として、まあロスストリップリングの獲得もまあ噂されていたところではありましたので、まあそのストリップリングが来ないとなると、結局エンジェルスの先発ローテーションはまあ非常に層が薄いまま、まあ開幕を迎えてしまうということになってしまいますので、だからエンジェルスが破談にさせるってことはないとは思うんですけれども、まあ、ただ報道としては、まあ、エンジェルスのモレノオーナーが、まあ、少なくともトレードが遅れていることに不満を抱いていたというところが、まあ、現在報道されているところですね。で、このピーダーソンのトレードが、まあ、破談になったわけですけれども、まあ、当然ベッツの獲得は決まってしまいましたので、ドジャースは非常に外野手が余っている状況なんですね。で、そういった外野事情も考えると、来季、まあ、ドジャースに仮にピーダーソンが残ったとしても、まあ、非常に出場機会は限られると思いますし、まあ、やっぱりトレードするのが最善の選択肢だとは思うんですけれども、まあ、ただどこにトレードされるのかっていうところが、まあ、今後も注目されると思いますので、まあ、今後もですね、ドジャースの動きっていうところは、まあ、開幕までは目が離せないのかなというところですね。というところで、今回の動画はいかがだったでしょうか。今後も MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、良ければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。